キャーズムオルバイ・メフメット・キャーズムオルバイは、オスマン帝国及び、トルコの軍人。1944年から1946年まで、第三代トルコ共和国参謀総長を務めた。最終階級は、オル・ゲネラル。エンベルパシャの議定。オスマン帝国のイズミルに生まれる。1904年12月11日、陸軍工科学校を、方兵科主席で卒業し、 方兵将尉に任官した。1907年10月5日、陸軍大学を卒業し、参謀大尉となる。1908年から1909年にかけての1年間、ドイツ帝国に留学し、方兵及び不評射撃の授業を受けた。バルカン戦争に従軍。 軍事省主席副官となり、第一次世界大戦中は、エンベルパ社の側近となった。1915年には、ニーダーマイヤー編敵ヒ施設団の一員として、アフガニスタンに赴き、大主ハビーブッラー・ハーンに対し、オスマン帝国スルタンメフメト5世がジハードを宣言、したと伝え、イギリスとの断交と、中央同盟国側での参戦を促した。 対戦の敗北後、アナトリア半島でのトルコ革命に参加し、1920年から1922年まで、東部戦線参謀長として、東部アナトリアで戦い、国防省陸軍局長を務めた後、西部戦線のドゥムルプナルの戦いに、第三カフ深カス師団長として従軍した。ドゥムルプナル戦勝後の8月31日に、ミールリバーに、 1926年8月30日にフェリックに昇進した。1929年1月4日から2月7日までアフガニスタン王国で任務に就いた。1930年7月20日にジャンダルマ総司令官に任命され、1935年8月24日に第三軍監察官に任命され、同30日にオルゲネラルに昇進した。 1943年2月15日、最高軍事評議会のメンバーとなった後、同年12月1日に、参謀本部参謀次官に任命された。さらに、1944年7月29日、退役したフェブズイ着幕減衰の後を継いで、第3代トルコ共和国参謀総長に就任したが、1946年に、同職を受任し、 再び最高軍事評議会のメンバーを務めた後、1950年7月6日に退役した。1960年に一部将校がクーデターを起こして政権を掌握した際、オルバイは上院議員に選出され、1961年にはトルコ大国民議会議長を務めた。アンカラで遺願のため死去し、イスタンブールのズインジルリクユ墓地に埋葬された。 遺体は後にトルコ国家墓地に改装された。妻はエンベルパシャの妹、メディハハヌムで一難を設けた。1945年10月、息子が医師を殺害し、アンカラ殺人事件として、樹木を集め、同事件のもみ消しに関与したとされる、アンカラ県知事ネブザートタンドワンの変死事件などと、 共に政治スキャンダルに発展し、一党独裁の与党共和人民党への国民の支持を失わせる一員になった。ありがとうございます。